今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君とリオでございます。はい、今回は受信機械のムツ、これ使ってみました。うん、で、上級曲風のサンザルクでございます。おお、結構難しいんだよな、ここ。嫌い、この矢印本当に頭使う。じゃあ、本当にここ難しいよね。イライラするんだわ。うん、なんやけど、もう時代変わった。変わった。変えた。おー、この重心化界のムツが難易度マジで下げた。ビビる。っていうのも、うん、あの友情ゲーができちゃう。おー、いや、頭おかしいよ。ここはさ、やっぱこうパネルとか使ってさ、うん、友情火力、あんちゃん、あのまあ、うん、パワーアップウォールでこうえいって殴る感じじゃん。うん、うん、これが友情。変わらなくても。そうやな、結構普通に溶けるところもあるわけよ。ただやっぱストライクショット打ってからがむちゃくちゃ強いということで、ちょっとね、このムツについて、うん、まあ、映像を見ながらちょっと説明したいと思います。はい、まず友情コンボの方が超絶分裂貫通衝撃波3となっております。あ、ごめんなさいね、ちょっとクソプいっぱいしてます。あの1捨ての方ね、まあまあまあ、その辺はね軽く流しといてください。あ、流しとくわ。うん、俺もねこれ取り直しようかなと思ったぐらいねクソプ続いてたんだけど、あ、でも逆にこう分かりやすいと、分かりやすいっていうかね、まあ、この友情強いなっていうところも見える動画だったので、結局使っちゃいました。はい、で、この友情なんだけど、オルフェイスとかね、白蛇伝とかを持ってるやつなんだけど、まあ、このムツに関してはもう数値がもうぶっ飛んだ数字で高いと。そうやな。もう別次元の友情コンボでございます。うん、もう火力がね、そもそもおかしいんだよね。おで、魔法陣ブースト M 発動時、要はニワトリ状態、今 HP の状態でね、うん、この時よ、あ、頭おかしい状態になっております。で、コネクトスキル、コネクトスキルも今回クリアしてあるので、うん、友情ブーストの方もかかってくるような状態。友情ゲー、おー、溶けたね。いや、あそことかもさ、間にこう綺麗に入れてとかしないといけないんだけど、まあ、難しいことする必要ないと。おお、いい、ね、もう鶏状態のムツに当てときゃ溶けんじゃねえぐらいの感じなわけ。鶏じゃなかったら無理だよな。そうやな、2.0 倍やでね、だいぶ変わってくるよね。で、2.0 倍の、まあ、この数値出してあるんやけど、うん、ちょっとこの数値覚えておいていただいて、次の説明したいんですけど、今度ストライクショットだよね、うん、これが12プラス8ターンの最大20ターン、うん、一定期間の自強化となります。つまりこの、まあ、自強化継続っていうのは、まあ、友情にももちろん適用されるし、うん、まあ、普通に攻撃力も上がった状態になると、うん、で、この1段階目の自強化が 2.0 倍、うん、継続が使用後1回行動となります、うん、2段階目の自強化も 2.0 倍、継続が使用後2回行動となっております、うん、だ、2回行動の時に使うのがベストかな、うん、とは思う。ただ、まあ、場面場面によるかな。うん、例えば遅延たくさん食らっちゃって、あ、もうあんまり残りターンないなっていう時はもう1段階目で使っちゃえば全然問題ないかなとか思うんだけど、これがさ、まあ極力2段階目で打って、うん、で 2.0 倍でしょ、うん、さっきこれ友情コンボ、うん、あれにまだ2倍かかってくるわけ。やばいね。そうだから SS 使用します、この自強化継続中に鶏になった時の友情火力がバカ。ああ、バカだわ。バカです。でもあれやね、 SS 使うにはまず一旦鶏解除せなあかんねんの。あ、そうそうそう、うん、ずっと鶏のままの可能性もある私まあ、まあ、戻れないって。まあでもほら、そ、まあタイミングで使えばいいんじゃない今だそうそうそう。あ、でも俺もそんな感覚だった。あ、そう、うん、なんかちょうどいい感じで溶けて、うん、じゃあこれもうストライクショット使っとこうかなみたいな。これもそうだ。あ、これハマらなあかんとこや、うん、パッカーンって溶け出たね。あれも結構難しいやん、うん、あれができないっていう人でも全然問題ないわけよ、うん、だってもう友情出しゃいいだけだから。すごいね。うん、エレメントエリアをニワトリになった状態のムツのところに当ててこう出せばいい、うん、まあ、この辺とかはさ、ごめんね、クソプしてるっていうよりも、まあ実際クソプもしてるんだけどムツの友情どれぐらい入るかなっていうのを試したくて、まあ優先的にムツに当ててるって言ったね、ショットの打ち方になってるから、うん、まあこういうショットは何でもしょうがねえかなと思うんだけど、まあ、ちゃんとね、最後にきっちり取り戻しておりますので、ご安心ください。はい、大丈夫だ、問題ない、大丈夫だ志村けんじゃねえんだよコントしてんじゃねえんだよいやでもね、ほんまに強い、ビビった。へえ、大出世やね。
大出世ね。でストライクショット使用後やな、うん、やっぱりこの自強化の継続中 2.0 これさ俺正直 1.51 やと思ってた、うんうん、2.0 もらっちゃったビビったな、うん、はっと思ってマジでと思ってじゃあでもあの魔法陣ブースト M やった時に怪しいなと思った、うん、これひょっとしてストライクショットでこれ継続つまりささっき、まあ、友情ちょっと出そうね。で、この魔法陣ブースト M の数値ってあるじゃん、うん、これストライクショット使用後だったらこのニアトリになってなくてもこの数値だからだからあの魔法陣がないクエストでも持つって強いよねって話になってくるね、うん。だからサンザルクなんかマジで強い、うん、ここは本当に難易度がめっちゃ下がったすごいな例えばさセレナーデとか使ってさらに、バフかけたりとかすると、うん、もっとすごいことになる可能性は全然あるかなと思う、うんうん、ちょっと重複されるのかどうかっていうのはちょっと俺正直分かってないからあれなんだけど、うんうん、あそれもありかなと思うよねあ、ニワトリから戻った戻ったストライクショットのチャンスですわちょっと SS もね、来たね2段階目止まってますので打ってきますで、まあ SS 使用後は2回行動なんで、うん、まあこれは2ゲージしかないからさ、うん、もうボス戦入ったら打っちゃっていいと思うやんそうな、うん、この辺ももう変に潰しに行こうっていうよりもちょっと陸奥の SS 打ちたいなっていうことしかもうあんま考えてないからこんなんもね、はまれる場所におるやん、うん、簡単にはまれる場所おるけど打ちますよ打ちますよこぞとやんばかりに、うん、で、ムツがそこにいるから、まあ、極力あの全部範囲に入れて、うん、で、友情を出してでどれくらいいけるかなっていうのもちょっと見たいな、うん、ニワトリ状態じゃないからねそこまで火力出せんとっちゃうかなと思いつつも、うんいけるんかよお前やっぱ 2.0 倍やからなこれ強いね最後殴りで潰したみたいな感じになるんやけどさでこうなったらよもう 2.0 で要は今普通の姿普通の姿でもあるんやけどこれあの魔法陣ブーストと同じ状態よわーおかしいおかしいわーハマってないよねしかもニワトリになったらさらに 2.0 やべえ今のやべえなバカだろすごっでこれストライクショット打ちますこれも 2.0 やぞこれこれもね友情だけ見たいんだよね、うん、友情だけにいくハマりませんああいっちゃうわいっちゃうわやばいまあ横貫するとさこれ友情当たるかどうか微妙だからなと思ってちょっと斜めに弾いたんだけど、ね、うんで最終ですよ来ましたはいこれでニワトリになった時に激アツやなと思ってます頑張ってニワトリにならなかったなそう逆にならないといけないこれびっくりしたあブロック乗っかってたと思って、うん、これミスったね普通になんだけどまあでもこれもうチンクだっても関係ねえわけよもう悪いけど俺もう自供化入ってますんでみたいなあ遅延そんな関係ないですぐらいの感じああ頑張って、ニワトリになったあ、なったやっていくなったぞニワトリになりましたまあここは、魔法陣が奇数かな、うん、だからさっきのところで、ボス位置でストレッチショットを打てれば、うんまあ、普通に斜めとかで全部踏みに行けば自動的にニワトリになるわけよ、うん、まあニワトリ状態ですよねうん、いいんだけど2.0 の、攻撃自強化入ってるから、うん、これパワーアップボールこれ確か過激とか持ってないと結構しんどかったりするんだけど、うん、こっちにできちゃうこっちにできちゃうリボン艦隊の時に確か3フレ2回でやっと処理できたんだよ、はあ、これがこっちにで終わってしかも友情も入ってゴリゴリ削っていくわけよもうこうなったら終わりだよもうリボンのストライクショットで終わりだもんあとちょっとやなあとちょっとこれさ右下にさ敵いないからさ、うん、もうほらエレメントショット使えないと思う、うん、もう上の6つだったらなんとかなるけどぐらいの感じだから、うん、ちょっと結構このショットの範囲広いからねと思ったんだけどこれで潰しちゃうの、うん、終わったわだけどめちゃくちゃ
室。おーすごいね、友情ね。めっちゃ楽になった。だから長距離客風のサンザルクまだ攻略してなくて、ムツ持ってる人マジで当たり、うん、おすすめやな、おすすめ。はい、ということで見ていただいたんですけど、もう中心化会のムツ、これはね、うん、マジでやべえ。バケモンやな。バケモン何がいいってさ、戦型の書使わなくてこんだけの火力出せる、ありがたい。うん、でワクワクの瓶はもう遊撃、あ、一択あと即必殺つけてもいいかなと思うんだけど、例えばこれもすごい悩みどころのところで、悩みどころのところで悩みどころのところだけどあのさ、艦隊で使おうと思うと攻撃力を2万8000以上ってなってるわけよ、うん、うん、そうなってきた時に同族攻撃の3種これで7000やんか。そう、6つ、あとごめん、ゲージなしの攻撃力やね、うん、これ、うん、確かに2万1000とかになるわ。あ、足りないね、うん、そう、足りないね、うん、7000、あ、ごめん、嘘ついたね。2万ぐらいかな。ちょっと今確認するわ。はい、攻撃力の方がですね、2万1000でございました。つまり、同族回帰3種 L 詰めば、うん、クリアや。だけどさ、永遠の証使いたくないやん。そうやな。だって、今後光るかどうか分からんキャラクターでも、うん、正直、こう、お前、先と言うてること違いやと思うかもしれんけど、友情は強いよ。友情は強いけど、友情が通用しやん、直殴りのところになってくるとさ、だって、確かにな。まあでも 2.0 かかってからは強いんだけどね。まあそれ置いといてやで、ね、それ置いといて、まあ同族回帰3種って言った時にさ、あの、まあ、遊撃、同族回帰とかでこう散らしていけば、うん、まあ、3種つけれると思うので、うんうん、1体まで即必殺とかつけてあげてもいいんじゃないかなと思う。ね、うん。ということで、まあ、今回ね、6つ使ってみたんですけど、これはね、うん、マジで当たり。うん。当たりの重心か回だと思う、うん。はい、よかったら皆さんもやってみてください。はい。ということで、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあ、お願いします。お願いします。今日、噛みまくりじゃねえ。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございまーす。寝不足になると噛むんだよ。噛むよね、いつもね。今日はひどい。こんなの作ってたらさ、睡眠時間削って作るしかねえじゃねえかよ。何回今日噛んだよ。俺頑張ったんだよ。頑張って資料とかも全部作ってよ。やったんだよ。あなたへこんでる間によ。頑張ったね。おお、だから噛むことぐらい許してくれよ。面白かったよ。そうか、笑ってくれたら OK や。